どうもお疲れ様でですす姫大学特別講義でございます今回のテーマはね「起業家になったら健康に気をつけてくださいね」っていうことで涙ミ言われてましたけどもいやーね確かにそうなんですよあのの健康っていうとね自分の責任じゃないですかでも健康を壊すってことはその責任がまあいい年してって言ったらね妙な慣用句になりますけどもいいとしてその自分の健康管理ができない人に まあ人の、ね、売上ですすとととか、か、か人のの利益ででどうこうここきるっってことになっちゃい、ね、まああの昨日聞いてるコンサルさんだったらあのコンサルを受ける人の健康状態や暮らし360度っていうんですけども360度にも配慮して無理をさせないように無理をさせるっていうようなね、まあ、こんなねものすごくうまいところを攻めてくるわけなんですけども,も時にね健康を後回しにしてビジネスに突っ込まないといけない時はありますよ。 でも常にそれをすると本当に健康を害してしまって稼ぎどころではなくなってしまうんですよね。まあですんでメリハリっていう言葉がありますけどもあ今健康抜きにしてやりきるときだと思えばやっぱりね徹夜残業っていうのもあり得るわけですよ。その代わり癒すための時間っていうのも仕事のうちだと思ってやっぱり割り振っていかないといけないかなっていうところですね。えー、今私は FX オリガルヒっていう、まあ、カリキュラムをやってるんですけども FX をやらずに積極的に休む日っていうのも、まあ、支持してるわけですよ。 例えば今週、月火水っていうのは、動きが非常に少ない。ものすごくボラティリティがないので、ここでは利益が取れないから、FX はもう置いといて、他のことをやりましょうと。体をリフレッシュするのもいいし、普段できない趣味をするのもいいし、家庭に戻って家庭をしっかり整えるのもいいし、FX がどうしてもやりたいんだったら、リアルタイムトレードじゃなくって、基礎を固めるための復習をしましょうみたいなことをね、申し上げてるわけなんですよね。だから仕事ができる人っていうのは、きっちり休める人。 っていうことじゃないかなと思うんですよ休むってのは何かって言うとサボるわけじゃなくって健康状態を細かくメンテナンスしてまあ、売上を作るためのね基礎となる部分は健康ですからこれをおろすかにしないことなんじゃないかなと思いますねナミ、えー、さんね今回も素晴らしい動画をありがとうございますそれでは今回は以上ですお疲れ様です